おはようございます。釣りコー TV です。ディーパーブースね、プロプラスを中心に新しいね、このワカサギ用のモバイルケース、冷たい氷の上に置いてもね、これがクーラーの役割してね、バッテリーがよく持つ、こういったものもいっぱいありますんでね、ぜひ遊びに来てください。ディーパーブースではね、アドレスさん、外国の人いるんですけど、日本語めちゃくちゃ上手なので、怖がらないでですね、いっぱい声かけていただければと思います。また、釣りコー TV がいたらですね、運がいいとちょっとだけシールとかもありますんでね、シールとかも、ゲットできるかもしれませんので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。何か釣りについて楽しい話一緒に、はい、しましょうっていう感じですか、はい。ディーパーブースでね、アンデルスと待ってますんで、ディーパー使ってこんな面白い釣りあったよとかですね、こういう使い方便利だったよとか、そういった、コメントなんかもあったらですね、ぜひブースの方に来て話していただければと思います。というわけでね、本日の釣りコー TV は、フィッシングショー初日、無事に終了しましたというところと、ディーパーブースぜひ遊びに来てくださいねということでした。はい、釣りコー TV でした。